ドラキュラとセムシオンナは1945年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。フランケンシュタインの館の続編で前作に続きユニバーサルピクチャーズの三大モンスター、フランケンシュタインの怪物、ドラキュラ、狼男が勢揃いした映画。ユニバーサルのフランケンシュタインものとしては7作目、ドラキュラものとしては5作目、狼男ものとしては4作目にあたる。 コメディ映画のデコボコフランケンシュタインの巻を除けば三大モンスターが一堂に登場する作品はバンヘルシングまで待つことになる DVD ボックスマジンドラキュラレガシーボックスではドラキュラの屋敷というタイトルに変えられているヨーロッパが舞台医学者フランツエーデルマン博士の城にドラキュラ伯爵が呪いから解放されるための治療を頼みに来る エーデルマン博士は快諾。血液検査の結果、寄生虫が原因と分かり、高毒素で治療することに。今度は、ローレンス・タルボットが訪問。タルボットは狼男で、診断の結果、脳の一部が圧迫されて、自己催眠からホルモン異常を起こしていると分かる。骨など硬いものを溶かす鼻放棄だけの胞子で治療できるが、 満月の夜で誰かを殺しかねないと恐れてタルボットは自ら崖から身を投げる。タルボットの救出に崖下に降りたエーデルマン博士は洞窟でニーマン博士の骨とフランケンシュタインの怪物を発見。生きていたタルボットと共に死体を城に持ち帰る。エーデルマン博士には二人の看護師がいる。一人はセムシノニーナ、もう一人はミリッツァ。ドラキュラは過去に ミリッツァと会ったことがある。エーデルマン博士は自分の血液がドラキュラの治療に役立つと気づき輸血を開始する。しかし、博士が眠っている間、ドラキュラは自分の血を博士に注入。さらにミリッツァを襲うがエーデルマン博士に阻止される。博士は棺の中で眠っているドラキュラに日光を浴びせ滅ぼす。 狼男、タルボットの治療は無事終わる。しかし、エーデルマン博士は吸血鬼となり、人を襲う。警察と町の住人が城に押しかける。博士はニナを殺害し、フランケンシュタインの怪物を復活させるが、タルボットの銃弾に倒れる。さらに城は火事になり、フランケンシュタインの怪物も死んでしまう。ロン・チェーニー・ジュニアはそれまでにも、ユニバーサルで狼男を三度演じている。 クレン・ストレンジは、前作、フランケンシュタインの館に続いて、フランケンシュタインの怪物役。ジョン・キャラダインのドラキュラも、前作からで、以後も、ビリー・ザ・キッド・バーサス・ドラキュラ、ラス・バンピラス、ノック・トゥアナ、グランド・ドーター・オブ・ドラキュラでドラキュラを演じている。本作で、ロン・チェーニー・ジュニアは、ユニバーサルとの契約を解除。しかし、1948年の、デコボコ・フランケンシュタインの巻で、 再び狼男に扮している。ポニー・アダムス・エンジル・セム・シオン・ラ・ニナはポスターでは、モンスター扱いだが、映画の中では普通の人間として描かれている。ホラー映画ファンには、ドクター・ X ・ザ・ヴァンパイア・エヴァット、肉の老人形の主演者として知られる、ライオネル・アット・ウィルだが、この映画の撮影中にガンが発症し、公開の5ヶ月後に亡くなった。ワーキングタイトルは、ドラキュラ・ VS。 ザウルフマン、またはザウルフマン VS ドラキュラ。フランケンシュタインの怪物は一部、過去の映画を再利用している。エーデルマン博士が悪夢にうなされるシーンでは、フランケンシュタインの花嫁のボリス・カーロフ。火事のシーンでは、フランケンシュタインの幽霊のロン・チェーニー・ジュニアとスタントのエディ・パーカー。フランケンシュタインの怪物が、崖下の洞窟でリューサの元に埋まっているシーンで、 怪物役のグレン・ストレンジは大変な思いをした。3時間かけたメイクアップに加えて、昼食時も含めて、ほぼ1日中を冷たい砂の中で過ごしたからである。足の感覚がなくなり、ロン・チェーニー・ジュニアはスコッチを飲ませて、暖を取らせた。おかげでストレンジは酔っ払ってしまい、メイクを取って、普段着に着替えるのに苦労した。ちなみに、ロン・チェーニー・ジュニアは、主癖が悪く、 それがユニバーサルとの契約解除の原因と言われている。ありがとうございます。